天才ピアニストの深夜おでん。 どうも皆さんこんばんは天才ピアニストの竹内ですお休ですさあ今日もお差し入れたくさんありがとうございます管理栄養士えぬこさんから本せ投票券と元気の玉管理栄養士えぬこさんありがとうミワッチさんから本せ投票券2枚とおいしい棒ミワッチさんありがとううすしお味さんから本せ投票券コーヒーおいしい棒うすじお味さんありがとうよしふみさん元気の玉おいしい棒よしふみさんありがとうかのさんからお便りと本せ投票券かのさんありがとうゴリアンさんから本せ投票券ゴリアンさんありがとうりりゅゅううささんんから元気の玉。ありがとうあこさんから本せ投票券あこさん ありがとうポンコツ前神さんから指ハートポンコツ前髪さんありがとうやかさんから本選投票券あやかちゃんありがとうホワイトタイマーさんから元気の玉ホワイトタイマーさんありがとうエマーヒーさんから本選ん投票券マーヒーさんありがと猫耳配信バイミケロさんからおいしい棒と元気の玉月影と猫耳配信バイミケロさんありがとうありがとうございますはいいただきますあのさ、うん、あのー、休みのねうん 次の日が休みっていう晩にねにんにくを食べるっていうのを決めてるんですけどはいはいわかりますよわかりますかそれはむちゃくちゃわかる四股巻くっていうのを決めてるんですけどあにんにくのねいい食べ方楽しい食べ方についてちょっと一回話し合っといた方がいいんじゃないかなるほどねと思いましてねにんにくのいい食べ方のまあまあまあベタなとこで言ったらサムギョプサルをして豚の肉を焼きますわな ほんであのキムチ葉っぱにさ、はい、キムチとさあの、うん、ニンニクをこうもう丸ごと焼くのやつ、はい、あと、うん、あ丸ごとうんスライスしてじゃなくてスライスせんとへーゴロッと状態で肉の横に何個か油と一緒に置いといたら何個,何個何個何個えっとお七個うわー 個いとでもあまりにも一辺がでかいと半分ぐらい火が通らんやろみたいなやつあるじゃないですかほらほほくほく状態かいなほくほく状態を包んであれでもさお肉と一緒に焼いたら結構焦げるん早いよな確かにねんか油多くなってね表面が焦げますけど私も最近サムキョプサル家でやったわやったニンニクはニンニクはスライススラで3辺はい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  大きいやつ結構割と大きいかけらをスライスしていいですねなるほどな丸ごとなだからどっちかと,うともうサムギョプサルは私もうにんにく料理でねにんにくを食べるためだけにやってるみたいな,なえ豚肉さ結構ちっちゃく切る派えーっとそう5センチ五5センチぐらいの感じに切って豚バラ、うん、切ってでもなんかさブロックで買う時あんねん はい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 一本みたいな角煮とかするようなそうそうその時はああでかさは変わらんけど断面の大きさはちょっと分厚めに切ったりとかなるほどいいねっていうことはさせてもらってますけどもブロックガいなつうまいな一人サムギョプサル楽しすぎんねんマジであれな私もほんまつい最近やってんけどまあもちろん肉とにんにく一緒に焼くやんかはい焼きますねでキムチも焼く一緒にあキムチは焼かへん派ですね焼いてみて え、焼いてみて一問。焼いてみて一問。嘘。焼く?。私、あの、ほんまにさ、あの、え、サムギョプサル屋さん。あの、難波のコッテジ。誰見たことある?。えっと、ないです。コッテージとか行ったら。キムチも焼いてんのよ。へえ。で、なんかもう、先に肉、ある程度焼いて。まあまあ、裏、両面、サクッと焼けたなと思ったら、キムチを。ちょっと大きいから、まあ、ちょっと切って。はいはいはい。一緒に炒めんのよ。うん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 。 焼きキムチうまいであそう、うん、あほなそれやってみるわ確かに豚キムチの時の,あの、うん、や焼いたキムチめっちゃ好きなのよそうでしょ特にちょっと酸っぱくなってきたぐらいの熱を焼いてねとかは好きですねでもうねつけだれにしてもいいのよごま油と塩をなあしてます それもいいけど私も面倒くさがりやからその豚肉とキムチを焼いてちょっと大きめのお皿ちょっと深いめのお皿に入れるでしょそこにごま油2周ぐらいして塩まぶすのむっちゃ回ってるやんごま油2周さしてんのいやもうおいしいそれはおいしいおいしいほんで「ラッギョプサル」は最高だライフで売ってたんやけどはいはい ミョウガと白髪ネギある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 ネギの三色役にセットなそうしかも結構入ってんのよあら多いなあれ買ったことないまだ私買ったことないあれこうてギョプサルやる時あなるほどねあれこうてはいはいはいでサラあし葉っぱ二種類多いぞはい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 あの何ちっしゃちっしゃなサラダなってないな焼肉サンやはいはいサンチュとエゴマ エゴマねエゴマ売ってるとこと売ってないとこありますけどライフは売ってますけどえっと夜7時以降やったら売ってないときの方が多いエゴマ売り切れとんか売り切れこの間売り切れてて早い時間に誰かエゴマ買いがおるやんがっかりだよってがっかり。そんなに数置いてないよエゴマでもめっちゃ美味しいなエゴマの歯を二つ買ってああいいですねー巻くんよニンニクがやっぱね入ってることによってねそう。ガツンときますで、あの。 韓国のりとかも一緒に巻いためっちゃうまい。あーえー、な。やばい風味ます。確かに確かに。うん、それはいいですね。一段階ね、アルコールが進む。あーそうですか。うん、いや、サムギョプサルはいい。だから、ニンニク、まあ、サムギョプサルよ。はい、まずね。はい、あとどうですか。 あとカツオのたたきとかに生のニンニクをうまいねあのすりおろしじゃなくてもうスライスめっちゃこうね薄切りにしてねあれうまいなあれは直接ガツンとくるでしょあのコーチの食べ方というかねそうあれはいいあれのだから応用で、はい、あの前手巻きの回で言いましたけどとさ巻きみたいなとさ、うん、<の>巻きとさ巻き <laughs> とさま手巻き寿司の時にかつおの刺身とに、うんにく片をしそと一緒に巻いて食べるっのがもうにんにく最高ですわこれはもうガツンとくるしちゃんと翌日いいからわくやろなって思いながら食べるもん焼き物にするよりやっぱ生の方がそうな食ってくる感じえげつない,えげつないほんまえげつないやりすぎていいだなってことあるもんやりすぎだよそれは完全にえっ、ー、にんにくにいかれてもうんいいが。<laughs> いやあれうまいねんな確かに生ニンニクな生人なカツオのたたきとゆずポン酢で食べねいいですね私あの意外と好きなんか砂ずりを買ってきてあの結構いいの売ってる時あるんですよ最えもう生のそうそうそうでそれを家で焼くんですけどその時にこうあのニンニクをスライスして入れることによって砂ずりだけでもうまいけどそうニンニクも可愛がるっていうね香いがりたいな香いなあいつらかいよなかい 何の味付け塩コショウですねだけ？塩コショウでニンニクと一緒に食べるみたいななんかさニンニクのさなんかこう丸ごと揚げたみたいななんかおやつみたいなはい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 食べてるセブンイレブンやったっけセブンイレブンやなえあれめっちゃ臭いあれはなんか匂い少なめって書いてるけどでもやっぱりその丸々ニンニクの一片かけらを揚げてるわけやからそれが言ったら十二個ぐらい入ってるで きらいだろな結局臭いか結局次の日まあまくるなるほどなにおいにくいにんにくを使ってるとは書いてあったと思うねんけどあんま言うとんにしたらいかんまあ12個やったらたぶええと思うねんしかもほんであんまり一気に食べないでくださいって書いてあるねにんにく料理って書いてる書いてるさすがにな言ってまうねんでもあれあれもさあんま臭なくあのえっと漬物コーナーに置いてるさ 漬けとかあれ好きやピンクのニンニクなそうそうそうあれあんま臭くなくない確かにの <No. S 1> ニンニクの塩漬けっていうかなうんうんうんあれう居酒屋とかでもさ二百八十円ぐらいではいはいはい六個ぐらい入ってるやつなもっと入れてーと思うよなあれほんま箸休めやけどなうんあれ美味しいなスタミナニンニクとかな、ね、そうそうそう醤油のやつなはいあります確かにあれはなんやろ漬けることによって のののそ香り成分んやろかななな飛ばしてんんのかか染み出すんかな確かに匂い薄い気はするなあとやっぱしあれやわチューブにんにく好きでしょスミちゃんはねチューブにんにくを吸うと言われてるんだからなにわのチューブいやからねそうですよにんにくのにんにくのチューブタイプを買うて餃子ようわマスミちゃんってそのあれよ餃子のあんに入れるんじゃないわようん 普通に既製品の餃子をこうってきて、はいうん、その上に乗せてあげて、そう、うん、チューブを絞ってあげて、ね、チューブを絞ってあげる？うん、うん、もう餃子そのものにももちろんニンニク入ってますけど、えー、あのチューブニンニクってねちょっと味するんよ、そうしょ味がついてる、ね、味ついたあるから。うん もうなやったポン酢とかつけんでもはいはいはいじゃあわの上にチューブでギュッとねはいはい餃子と同じぐらいの大きさしおって歯磨き粉よろしくえいうわいいこれはいいこれはねパクリンちょっといくおいしいわなそらもう餃子十二12個あったらチューブ1本ないです言いたなるわ言いたなる何だよなさすがにそれだけ言ったらねでもいいなそのチューブのニンニクをほんまに産んでくれた人うんお礼が言いたい言いにこか 言いに行った方がいい私今から一緒に。うん、着安みたいにそれ、今から一緒に。レイを言いに行こうか。言いに行こうか。平和なバージョンのね、いやややですけれども。いやあのチューブタイプは、えったら野菜とかにもさ、あえきゅうりとか、はははいいいチューブとごま油と塩とかさ、やみつきめっちゃええな。めっちゃええのよ、はっきり言って。さっちさっちそうやねん。 しかもあのなんか鍋とかもさ、ちょっともつ鍋っぽい時とかはさ、おいおいにんにくをさ、おいにんな、おいにんしてさ、わかるわ。あとあフライドオニオン、オニオンじゃ間違えた。フライドガーリック。はいはいはい。あれも好きやな。えどどんなどなど。フライドガーリックはサラダとかにね。上にこうアクセントにのってるみたいなやつね。あれ美味しいな。えと食感的にもカリッとして美味しいし。美味しい。 ただでも匂いなフライドといいえども結構するからする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 人の口からにおうにんにくって不快やもんなあれは罪やなでもあれさもう決まって言うてくる人おるよなにんにく食ったってあの言うて回るやつおるよなおるよなパトローラーがおるよなガーリックパトローラーが看護師時代の市長さんがそうやったわあそうあんたまだにんにく食べたいやろ元気やねんからもうにんにくばっか食べなって言われ 迷惑かけてマスクしてんのにやで、うんまあ、それマスクからもうあの強い時全然出ますからそんない言わなあかんかっていうぐらいいつも言うてくるあそうもうあれ責任感でも毎回スイッチ入んない、うん、ニンニク食べたやろ」今なんか食べた 食べましたまあもう朝からキムチチャーハンやったんでうわあ辛んないって朝からキムチチャーハンはおカップのせいもあるやんうちのおカップ朝からそういうことすんねんああそうテロ行為をしてくるもうキムチが1人前分ぐらいしか残ってないってなった時にそのチャーハン4人前ぐらい作ると家族で使うんですよああおいしいねでも残ってる汁とかもはいはい全入れで全入れでねああそれはキムチチャーハンもいいな チチャーハンもめはぁおいしいなあとあのあれもさ焼肉とかでやるけどホイルにさホイル焼きな閉じ込めてよあれでもたまになんかあのコンロ悪いところ一生にえへんとかあるもえいつっていう時あるよなうんもう1時間前から置いてるけどもう帰るけどっていうねあるよな時ありますどずっと新化いやつなそうなのよでもやっぱにんにくは最高やな元気なるね元気になりますねおやすみなさい チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう